ちらのグラフをご覧ください。これは日本の農作物とその加工品がどれだけ海外に出ているか輸出額を示したグラフです。20年前に比べるとここ数年は輸出が増えていることがわかります。特に輸出を伸ばしたものがこれらです。こちらは日本の味おなじみの味噌。この20年でどれだけ輸出が増えたかというとおよそ3倍になりました。世界中で日本食ブームが起きていることが背景にあります。続いてこちらは緑茶です。緑茶の輸出額はここ20年でなんと6倍になりました。東南アジアなどでも緑茶飲料が飲まれるようになったことが影響しているようです。そして変わったところでは植木や盆栽、ヨーロッパやアジアの富裕層に人気が高まっているということなんですが、こちらはここ20年で実に8倍になりました。そして今こちらの農作物が海外に売って出ようとしています。10月、赤城山のふもと、群馬県昭和村を訪ねてみると。いいですね。いいですよ、これ。見て、これ。こんにゃく芋の収穫が始まっていました。国内産の9割が群馬で生産されています。この農場の主、沢浦昌司さん、48歳。20年以上前から、化学肥料に頼らない有機栽培にこだわり、こんにゃく芋を作ってきました。取ったばかりのこんにゃく芋を大切に抱えて帰ります。新芋の季節、昭和村の農家では自家製のこんにゃくを作るのが習わしです。沢浦さんはこんにゃく作りを母の津美子さんから習いました。まずは芋をミキサーにかけます。熱を加えて凝固剤を入れよく練り込みます。固まったら30分ほど茹でて冷ませば出来上がり。